皆さんこんにちは。今日はちょっとね寒いんで、僕も厚着をして、来ましたけれども、まあ今までね何回も何回もここにね皆さん集まってこられて、まあ寒い日もね暑い日もありました。いろんな日を思い出すと思いますけれども、まあなんかねこの活動をね停止するっていう話で、なんかこの場がなくなるのかなっていうのを考えると、ちょっと本当寂しいなという気はします。それからやっぱりねこういう場があれば、まあ、時間が経つとねなんかこう人はこう忘れていったりするんですけど、こういう場があればねやっぱり何かっていう時に声上げられるじゃないですか。だけどこれからね何かあった時にどこにどうやって集まるのかなっていう心配がちょっとあります。だけどね僕原発はね止まると思ってるんですよ。で特にね最近いろんないいニュースが出てます。まあ悪いニュースの方が多いかもしれないんだけど、この間そうですね地震があって、それで時のね揺れがあるじゃないですか。地震の揺れをね何があるとか言うじゃないですか。あれがね1400ぐらいだったかな、要するに2000ないんですね。それで、まあ、日本でね21世紀入ってから一番大きい揺れが4000ガルちょっと、それぐらいの大きさですね。で熊本とかのあっちの方で、あった地震も2000ガルないんですよ。まあ、1000ガルはみんな超えますけどね。で1000ガルのね、地震、1000ガル以上の地震ってね21世紀になって何回ぐらいあると思います？この間の入れてね18回ですよ。18回ね、まあ、大体1年に1回ぐらい結構大きい地震が来てるわけですね。です、そんな、その東日本だって4000ぐらいだから、まあ、今までだ一番4000いってないのね。だからそうするとね僕何を言いたいかというとね、多いのね原発についてあんな基準じゃダメだっていう判決出たじゃないですか。この間あれすごく大きくてね、多いってねどれぐらいの揺れ想定してると思います？これさっきからね1000とか2000とか3000とか4000とかいう話してるんですけど、どれぐらいだと思います？856ですよ。1000も想定してないんですよ。つまり1000の地震が来たら、揺れの地震が来たら多いはダメなんです。まあそれは多いだけかと思うかもしれないけど、ほとんどの原発はそのいわゆる基準地震動という想定される揺れが1000以下で作られてます。ところが例えばね地震に強いですっていうふうに民間の住宅メーカーが宣伝するときにどれくらいの揺れを想定してると思います？例えば三井ホームなんか大々的にね、もううちの住宅建てるならねもう三井ですよって言ってやってるんですけど、5000ガルですよ。5000ガル。住友林業がね4000弱だったかな。でそれぐらいあると民間企業もこれは地震に強いというふうに言えるんです。でところがね多いは856でしょ。それで裁判官がね聞いたんですよ、関西電力に。いやだって856ってちっちゃいんじゃないの、となんて言ったと思います？いやいや、うちに限ってそんなに大きな地震は来ないって言うんですよ。ね？で、それなんでわかるんだと言ったら、いや、計算しました。コンピューターで。コンピューターで計算したら、ね、856で十分ですって出てきましたって言うんですよ。だけどそこら中でね、その1000を超える地震が起きてるんですよ。で、断層だってね、活断層だって、ね、ないって言われたところでいっぱい地震が起きてるんですよ。だけど
いや絶対ないんですって言うんですね。で樋口秀明さんっていう王位を止めた有名な裁判長、あの方が今ねそれを言ってるんですよ。要するに自分はなんで止めたのかとね、よく考えてください。原発の事故っていうのは起きたら大変なことになるでしょと、日本が壊滅するかもしれませんよ、それぐらい大きな事故ですよと、っていうことはよっぽど安全に気をつけなくちゃいけませんよねと。まあ当たり前ですよね。じゃあものすごく安全性を高めるためにどうしたらいいですか。日本は世界一の地震国ですよと。じゃあ地震に強い原発にするしかないじゃないですかと。じゃあ日本の原発はそんなに地震に強いんですか。民間の住宅よりも全然弱いんですよ。で樋口裁判長が言ったのはもうそれを聞いただけであと何にも聞く必要がないと。そんないい加減なことでやってんのかと。知らなかったと。誰も知らなかった。裁判官は誰も知らなかったそうですよ、そういうことを。原告の弁護士たちも何にも言わなかったそうです、それを。で今樋口さんはそれを全国でね言って歩いてる。だこの間止めたこんな地震ね基準度ダメだって言った裁判官も多分それを知ったんだと思うんですよ。要するに難しいことなんかいらない、簡単なことだと。なんで原発の敷地だけね大きな地震が来ないって言えるんだ、答えてみろと。それで十分だっていうことなんです。僕はこれからいろんな裁判がね起きると思いますけど結構止まっていくと思ってるんですよ。だから全然諦めてません。すごく希望を持ってます。すごく簡単なことです。それを皆さんもぜひ伝えていただきたいなというふうに思います。10年間ね経ちましたけど、もう一回ちょっと最初の気持ちを思い出して、それからこれから何をするのかみんなで考えていきましょう。ありがとうございました。